はい、白石ニョッキーと申します。 SEO コンサルタント、笑い芸人、調理師、漫画家などをやっております。今回はお笑いのネタの中で、お菓子あるあるというのをやってみたいと思います。それではよろしくお願いします。お菓子あるあるその1をお送りしたいと思います。お菓子あるある、古くからある有名なお菓子なんですけども、さらに美味しくなりましたっていう書いてあるのがあるんですけども、いや余計なことしないでほしいなっていうのがありますよね。古くからおなじみでこの味がいいって言って人気があるんで、まあ味を守ってもらいたいですよね。お菓子あるある、100g 増量でも30円値上げするよっていうのはあるんですけども、いや増やさないでいいから安くしてよっていうのはありますよね。まあ今となっては会社の事情で値上げせざるを得ないっていうのはあるんでしょうけども、子供から見たら安い方がいいですよね。お菓子あるある、昔から馴染みのあるパッケージがリニューアルされているとちょっと寂しいっていうのはありますよね。まあ昔はこういう昔の思い出があってね、これがまだあるんだっていうのはあるんですけども、結構個別包装になってたりとか、まあ新しい今の時代になって合わせたものになってるっていうのはちょっと、まあ嬉しい反面寂しいっていうのはやっぱりありますよね。お菓子あるある、袋に入っている乾燥剤を集めて大事に取ってあるやつ、結構いますよね。私なんかもやってたんですけども、なんか使えるんじゃないかなと思って乾燥剤の袋をいっぱい貯めてしまうっていうのはありますよね。あとうっかり間違えて乾燥剤の袋を開けちゃうっていうのもありますよね。お菓子あるある、飴とかアイスなんかで舌がすごい色になってしまって、まあ、それを見せ合うみたいなありますよね。今はどうかわからないんですけど、昔はやっぱり着色料とかで舌が緑になったり青になったり紫になったりっていうのがあって、それをもまあみんなで見せ合うっていうのはありましたよね。お菓子あるある、モンドセレクションってなんだっていうのがありますよね。まあモンドセレクション受賞って書いてあったりするお菓子がありますけども、みんなモンドセレクションのもう真の価値を誰も分かってないっていうね、どうすごいんだっていうのは分かってないっていうのはありますよね。お菓子あるある、ジュースなんかの瓶の蓋を俺は歯で開けられるぜとかって豪語するけど失敗するやつね、ガリって噛んではいいんですけども歯をかけちゃったりとかね、口を切っちゃったりして泣いてるやつね、昔はいました。お菓子あるある、味のなくなったガムをずっと噛み続けてるとこれは味が出てくるんだよって言っていつまでも食ってるでそれを言い張ってるやつね、いますね。まあ貧乏なやつによくありますね。お菓子あるある、外で食って地面に落とす、これはまあ夏場アイスなんか食ってる時よくありますよね。溶けちゃって棒から落ちちゃってっていうね、そしてしばし呆然とするっていう役はあります。お菓子あるある、地面に落としちゃって、でも3秒以内ならセーフとか言って拾って食うやつね、まあ皆さんは真似しないでください。お菓子あるある、それ一口食わせてって言って、食いすぎていい喧嘩になるやつね、例えばアイスなんかを一口食わせてって言って、一口で半分以上食っちゃってね、もう食われた方がブチ切れして喧嘩になるっていうのはよくあります。お菓子あるある、それ食べないならちょうだいっていうやつの執念にドン引きする、これ例えばポテトチップスとか食っててもう食い終わったなと思ったけど、そのカスのやつをちょうだいって言ってもらうやつね、もうそこまでするかというドン引きするっていうのがありますね。
お菓子あるある、鼻くそを食べるやつもいますよね、というわけでお菓子あるあるでした。